品野川左岸の地域が新潟島。新潟島が堺林地区と陸続きになっていた1930年頃の新潟市の地図。石屋分水路は図面左下の旧新潟競馬場からさらに西側へ約1キロメートルの付近で改作された。新潟島とは新潟県新潟市中央区の品野川、石屋分水及び日本海に囲まれた地域を指す。 もともとは、信濃川河口付近の砂岩域であったが、1972年の石谷分水の開通によって、周囲を水に囲まれ、結果的に島の形態となったことからこう呼ばれるようになった。新潟島の万代橋接続部周辺は、新潟市の中心部の一翼を担っている。島状になったのは1972年であるが、いつ頃、誰が新潟島と呼び始めたかについて、 詳細は不明。ただし現在は、単なる市民の間での通称にとどまらず、新潟市の行政でも、市議会でも地域名として普通に用いられるほど定着している。1889年の市政施行時の新潟市の行政区域に該当する。周囲約1 7トル、面積約10平方キロメートル。道区の1、4強の面積を占める。 国勢調査人口は、1965年が13万771人、1985年が8万3175人、2005年が6万2195人と、ドーナツ化現象を呈している。なお、新潟島と同様に、新潟市において、水で囲まれている地域には、品野川、阿賀野川、通仙川、日本海の4社に囲まれている地域、 また、通船川、品野川、阿賀野川、小阿賀野川の4社で囲まれた亀田郷と呼ばれる地域も存在する。新潟島はその多くの面積が丘陵地で占められる。これは海岸線に沿って形成された砂丘に由来し、現在は住宅地、学校、公園などに利用されている。海岸線は1889年を基準とすると、 場所によって50メートルから350メートルも侵食されたため、日本海に向かって急峻な地形を見せる。対照的に、品濃川沿いには、海抜0メートル地帯を含む、海抜2メートル以下の狭い定地が続く。この定地は、稼働跡、旧中洲、後輩湿地に由来し、現在は、新潟市の中心市街地の一部を担っている。このような地形的要素があるため、 新潟島は地図上の形状も土地の工程も含めて日本海側を派生、信濃川側を派とするメスと形状が似ている。新潟島には新潟市役所や新潟市の繁華街である小町などがあり、新潟の中心部を形成している。またマリンピア日本海や港、ピア、寄居浜などの観光スポットもある。2007年の政令指定都市以降の際に、 島を一つの区とする案も浮上したが、最終的には、沼水、モズなどの品野川対岸地域とともに、中央区となった。島内には、新潟中央警察署が所在し、新潟東全域をちょうど管轄区域としている。中心部である本町や小町周辺は古い中洲の上に存在しており、かつて縦横に堀が張り巡らされていたが、一巡目の 新潟国体の開催を機にべて埋め立てられ、道路網にとって変わられている。これらの堀の名残は、現在も地名に残っている。北部は、日本海に面しており、寄居浜、関谷浜などの海水浴場やマリンピア日本海などの施設がある。また、海岸線に沿って東西に砂丘が走っており、かつては、 被災防止のために大規模な植林が行われたところであるが現在では住宅地として開発が進んでいる一方、一部は西海岸公園として整備されている。新潟区が発足する1879年以前までの新潟町の区域。下島の町邸上島の町長尾車門島の町邸馬屋島の町邸真草島、橋場引島の町よ寄井の町よ寄井。 新潟区が発足する1879年以前までにあった、よりい白山神殿村の区域。小町に隣接する地区であり、砂丘によって形成される高台に多くの邸宅が並ぶ地区である。砂丘の麓付近の西大畑は、坂口安護の生誕地としても知られ、安護風の館、砂丘館、いきなり邸などの和風屋敷が点在する。浅日町通り二番町には、 高台を利用した新潟市水道局の南山排水場があり、上層階は展望台、日本海タワーとして2014年まで一般に公開されていた。新潟島の最も西に位置し、主に住宅街となっている。また、新潟競馬場もかつてはこの関屋に存在したが、関屋分水掘削地域の住宅代替一年室のために旧豊坂市へ新築移転した。 その名残が新潟競馬場で開催される中央競馬の重賞競争の関屋記念である。また現在でも踏切の名前などにその痕跡を残している。新潟島内の最大の商業集積地は小町地区である。その東側の本町地区は新潟の台所とも呼ばれ、生鮮食料店などが並ぶ地区となっている。その他の商業集積地としては、 本町通り12番町のフレッシュ本町や白山地区の国道116号線の北側に学校町通り等がある。さらに、関屋地区には、歴史石油及び新潟流産の跡地を利用したショッピングセンターも存在する。新潟島の主要な商業施設は以下の通り。ホテル、新潟島内でのホテルは、中心業務地区の小町に集中している。 サーカス団のコックとして来日した、イタリア人ミリオーレが1875年に創業したホテルイタリア県、ホテルオークラ新潟、新潟グランドホテルなどの老舗ホテルの他にも、中規模ホテルや東洋コイン、アパホテルなどのチェーン系列のホテルも立地している。新潟島の主要なホテルは以下の通り。新潟島は、 島状になって孤立しているため、アクセスには主に橋もしくは推定トンネルが利用されているが、品野川ウォーターシャトルもアクセス手段として利用できる。以前は、バンダイ橋から約3キロメートル先の品野川河口まで橋がなかったことから、バンダイ橋の渋滞が深刻な問題となっていたが、2002年に品野川河口部に、新潟港トンネルが、またバンダイ橋のやや下流側に、 竜頭大橋が開通したため、交通の分散が図られるようになった。また、西部方面からの混雑の緩和のために、関谷大橋と有明大橋は時間帯による車線変異区間となっている。新潟島の公共交通機関は、新潟交通が運営するバスと JR が運営する越後線が主である。バスは、新潟島内を乗り降りする場合に限っては200円の、 均一料金である。また、プリペイド方式の IC カード、リ、ユートも使用できる。新潟駅から新潟島を経由して、西区内や方面へ結ぶ路線は、堀割橋を通る有明線、有明大橋を通る西小針線、関屋大橋を通る寺尾線、大堀線など多く設定されており、そのすべての路線は、中心業務地区の小町がある、工事を通る。 そのため、小町地区と新潟駅の間は、日中で4分に1便、ラッシュ時で1分に1便の頻度で運行されているため、品濃川で隔てられた両地区を結ぶ役割を担っている。また、市役所前、小町を発着する郊外へ向かうバス路線も設定されている。県内各地への高速バスは、小町、市役所前、ガンセンター前の停留所を通り、池袋、 高崎、長野、富山、金沢、名古屋、大阪への県外高速バスは、小町、市役所前の停留所を通る。新潟島にある、鉄道駅は JR 越後線関屋駅、白山駅のみである。運行は20分に1便である。白山駅の周囲には、高等学校など高校が多く立地するため、学生の利用が多く、 新潟県内で4番目に乗車人員が多い駅となっている。品濃川河口から関谷分水河口へ時計回りの順に、ここまで品濃川、ここから関谷分水白山公園に隣接して、新潟市民芸術文化会館、新潟県民会館、新潟市音楽文化会館があり、ホールを備えた施設が集中している。特に、新潟市民芸術文化会館はこの中で最も、 大きな施設であり、1900席収容のコンサートホール、劇場、農学堂などの施設がある。また、第4銀行本店内に大誌ホールがある。毎年1月と7月には小町地区を中心とした音楽イベント、新潟ジャズストリートが開催され、5月にはクラシックの音楽イベント、ラフォルジュルネ新潟、熱狂の日音楽祭が開催される。スポーツ施設として、 白山公園に隣接して、新潟市陸上競技場、新潟市体育館があり、西海岸公園内に新潟市営プールがある。新潟島東岸の安らぎ包みは、ランニングコースとして市民に多く利用され、新潟島一周自転車道の一部でもある。毎年10月には、新潟島と新潟市西部をコースとする、新潟マラソンが開催される。新潟島の主要な文化、スポーツ施設は、 以下の通り、ありがとうございます。